もう一個部屋を発見しました。一体部屋が何個あるんでしょう。トイレがもう一個。二個目のトイレです。綺麗です。お風呂です。入り口に洗濯機、タオル、ドライヤーに各種。歯ブラシとかも全部揃ってます。お風呂大きいですね。綺麗なお風呂です。渋い感じのソファーがある部屋です。お庭はこんな感じです。この奥の方が駐車スペースですね。ここは子供が遊ぶための部屋ですかね。おもちゃ類がぎっちりなんか詰まってる感じで、レゴかな。この玄関から入ってきます。こちらに昔使ってたような事務室。あ、商談室まである。で、メインのお部屋。鬼滅の部屋、給湯器がありますね。はい、キッチンです。綺麗なキッチンですね。入り口にちゃんと分別できるゴミ箱で、まずグラス、コーヒーカップ、湯飲み、あとお皿関係も、こうバーベキューに使えるようなプラスチックのお皿、大きいお皿、瀬戸物のお皿、なんかいっぱいありますよ。なんか高級そうなお皿ばっかしですね。はい、ストーブもあります。で、キッチンですね。ガスバーナー3つです。見てください、完璧。フライパンにボウルに冷蔵庫、冷凍庫、なんだっけ、炊飯器に電子レンジにトースター、完璧です。さらにこういう小型のガスコンロで、ガスボンベまで、水用のタンク、外で手を洗うためのタンクまであります。ホワイトボードもあります。ステージがあって、ピアノまであります。ここが泊まれる場所ですね。この字はですね、花はハウス、花輪と呼びます。隣がさっきの蔵ですね。中庭にですね、トイレもあるんですよ。釣り場がすぐそこなんで、ちょっとトイレしに帰ったりも簡単にできます。バーベキューのセットもあります。炭はすぐ近くのコメリで買えます。このテーブルもいろいろ何かに使えそうですね。次は駐車場です。全部でね、10台から15台は軽く止められますね。この奥の方が泊まれる家ですね。
シャッターを開けて中に入ると広いですね。これ蔵の中かな、30m×10m ぐらい、ものすごく広いですね。自転車も貸してくれるんですね。素晴らしい。ハンモックまであります。よ